りの要請書なんですが、一つは、この今回の不審査請求というのは国家による学校行為であるとという趣旨の要請書と、もう一つは環境監視等委員会に関する要請書を渡したいと思います。読み上げさせていただきます。防衛大臣中谷元様、沖縄県の辺野古の埋め立て導入取り消しに伴う、導入取り消しに従うべき、不審査請求は国家による学校行為、国土交通省の審査はお手本にほかならない。本日国土交通省が小川県知事にした辺野古の埋め立て導入を取り消しにしたことについて、沖縄防衛局の請求を認め、その効力停止を行うとみられています。しかし国の立場で埋め立てを申請した沖縄防衛局が、私人として不服審査請求をすることは矛盾がある上、不服審査請求制度は個人の権利救済を目的としていることを考えれば、これは法の乱用としか言いようがない行為です。小川県知事は昨年11月、辺野古基地建設反対を公約に掲げ、中今市に10万票もの大差をつけて当選しました。小川知事は承認取り消しにあたり極めて慎重に検討を行ってきました。沖縄県第三者委員会は法的な検証を行った結果、4つの箇所を挙げています。すなわち1、埋め立ての必要性が立証されていない。2、国土利用上適正かつ合理的という要件を満たしていない。すなわち利益が不利益を上回っていることが立証されていない。3、環境影響評価が自賛であり環境保全措置が不十分。4、生物多様性沖縄戦略、琉球諸島沿岸 海岸保全基本計画など法律に基づく地域の計画に反しているの4点です。防衛省は埋め立ての作業をやるな。防衛省は埋め立ての作業をやるな。防衛省は埋め立ての作業を始めるな。防衛省は埋め立ての作業をやるな。承認取り消しに従え。承認取り消しに従え。沖縄の民に従え。沖縄の民に従え。沖縄環境ネットワークの世話人をしています花輪と申します。今日はちょっと環境省に行ってきまして、環境省への要請はこんな環境アセスメントで大丈夫なのということです。それは一つはこの環境アセスメント辺野古のアセスメントですね。実は辺野古だけじゃなくてその前は新石垣区の環境アセスでもそうだったんですが、アセスに入る前に事前調査としてたくさんのお金をかけて調査やっちゃうんですね。で辺野古アセスではその過程で事後を追い払ってしまった。そしてアセスになったら事後はいませんでした。こんないい加減なアセスだったわけです。私ながら沖縄は県内基地、そして山寺基地の各場所の設置主です。今日は再三車両を持ってこの場に駆けつけました。新生の方たちでは予定されてたということかもしれないけれど、予定されてたことだからということではなくって、本当にもう沖縄の人たちはものすごく悔しい時短だ踏んでらっしゃると思うんですよ。で私たち私も一坪地主だからあれだけど、沖縄県人の方たちというのはここで東京で暮らしていらっしゃる方たちはそうですけども、本当に沖縄の人たちと同じように怒ってる。で私たちこの沖縄に運動とか沖縄の基地、米軍基地をなくしてほしい、それで辺野古新基地を作らないでほしいって運動してる私たちも元
日と同じ怒りを持つことは不可能だと思うんですよ。日露生活があって本当にもう、まあ、時々何ヶ月かに一遍辺野古に行ったとしても、その場ではその怒りを少しですよ、それも本当に少しは共有できるけど、本当に自分がまた東京に帰ってきて日常に生活に戻ってしまうと、その怒りが薄らいでいくんだけれども、もっと本気で怒らないと、とてもとてもじゃないけれど、こういう政府に対してとか、こういう行政機関、まあ、国土交通省っていうのはもう大事な機関ですけれど、そういうところに届かないと思うんですよね。